前見たの中学生ぐらいであんまり面白くないと思ったのか、ストーリーも全然覚えてなかったんだけど、岡田斗司夫の YouTube 見てすごく見たく、借りてきた、はあ。借りてきたから多分ジブリのアニメなんでしょうね。YouTube 見てすごく見たくなったっていうのは嬉しいですね。あの、なんで僕がそのジブリ作品とかですね、なんかあの、ジュラシックパークもそうですし、この間はインデ,ジインディ・ジョーンズ語ったんですけど、そういうのを語ってるのかっていうと、 語語ららなないいと、と、今の人たちにに通じる言葉に変換してそれはもう本当にさっきのトライさんの話と同じなんですよね。ハイジンのトライさんの話と同じでまずはとにかくこんな面白さがあるんだよっていう風に言わないといけないと。あとはねジブリ作品って思ってる以上に作り手はものを考えてるんですよ。 で、作り手がものを考えていて、で、受け取り側が、あ、これぐらい考えてるんだというギャップがジブリってすごすぎるんですよ。この乖離というか差が。で、エヴァって僕なんだかんだ言ってね、あ,あの、語った回数少ないのはなんでかというと、エヴァって作り手側がここまで考えてるっていうのと、あの、観客側が、わ、すごいこんなに考えてるんだこんなに作ってるんだっていうのギャップがあんまりないんですね。で、このあんまりない作品っていうのは高級な作品だというふうに、 思われるんですけども、ジブリって子供も楽しめるパッケージで作られてるから、作り手側がここまで考えてるのに対して、観客側のなんか、あ、これ、これぐらいなんだなと思ってるのは、なんかこのギャップがすごすぎるんで、自分なりになん、なんとか埋めて、これってこう見たらもっと面白いよとか、あの、もちろん君には君の見方があるんだけど、僕の見方をまず聞いてよ。で、その上で君の見方も教えてよっていうふうにして、 ちょっとね、ディスカッションするような見方が、あの、スタジオ、スタジオジブリの作品にはあるので、多分それあらゆる映画にあるんで、だと思うんですよね。で、エヴァみたいな作品は本当に語れることが多いから恵まれてるんですけども、ジブリってメッセージというか、あの、作品が強烈だから、みんなね、その前に、 あ、こういう作品だ例えばその、ホタルの墓だったら戦争で兄弟が可哀想になる話だとかですね、セントチーロだったらファンタジーだとかですね、ハウルだったらラブストーリーだというふうにこう、思い込んじゃうんですね。で、思い込んじゃう場合が多いんで、僕みたいにハウルっていうのは3人の魔女がハウルを奪い合って、最後に一番エグくて怖い魔女がハウルを独占したっていう話なんですよって、 この,なんかこの見方、これも正しいとかそうじゃないですよ。僕はそういうふうに見てるから、ハウルが続々するぐらい面白いって話なんですけど、こういう言葉、なんかね、こういう見方があんまりジブリ作品ないので、僕はいつも語ってます。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。